平野紫仕様、ファンの心は静かに。地上を歩く彼氏間に100万県庁の反響。元キングプリンスへの平野仕様が、ジャニーズ事務所を退場して滝沢秀明氏が設立した新会社、とべに合流してから、ファンの心を捉える投稿が続いている。特に最新の SNS 更新で、彼が線路沿いを歩く動画と写真を公開し、 彼氏感最高、胸の動機が止まらない、と賞賛の声が噴出している。その投稿はわずか1日で100万件以上のいいね、お記録し話題となっている。彼氏感漂う線路沿いの歩行動画と写真が、平野紫耀のファンたちの心をわしづかみにしている。彼の投稿には、プライベート感満載の素顔が垣間見え、ファンたちは興奮を隠しきれない様子だ。 東京で地上走ってる電車見れる方がレアじゃないあれ、俺だけショートのキャプションとともに公開された動画では、後ろ姿や横顔が鮮明に映し出されている。歩く彼の姿に、歩いてる尊い、歩いている彼氏感最高、とファンの心拍数は高なり、またたくまに、いいね、の数が100万件を超えた。投稿には、 鍛え上げられた肉体がよくわかる大きな背中の後ろ姿も含まれている。これに対してファンからは、こんな普通の場所にむき出しの紫輝くん歩いてていいのを、前から歩いてきたの勝手に想像して心臓麻痺、あれ、どこがダサいの胸の動機が止まりません。くんが、くんが地上を歩いている歩いてるだけで、かっこいいもう。 彼氏感半端ないよデートしてる、見たい嬉しい、歩いてる、彼氏感最高だ猫、ね、家のずっと、見たかったと、歓喜の声が殺到している。さらに、ファンの中には、写真の一枚一枚に細かい観察眼を光らせるものもいるようだ。あと四枚目サングラス斜めってないあれ、ダサくない 賞という数踏みが添えられた写真には、平野仕様が電車の写真を撮ろうとしている振り向き加減の瞬間が切り取られている。彼のこうした自然体の姿勢に対しても、ファンからは多くの賞賛が寄せられている。平野仕様の投稿が SNS 上で瞬く間に拡散され、100万件を超えるいいねを獲得するなど彼の人気の高さがうかがえる結果となった。 元キングプリンスコープ新会社、トべへの合流を発表してからも、ファンたちは彼の活動に対して熱い指示を示していることが伺える。彼の投稿に対するファンの熱狂的な反応からもわかるように、平野潮はただのアイドル以上の存在として多くの人々に愛されている。 彼の自然体の姿勢やプライベート感あふれる投稿がファンとの強い結びつきを生み出していることがわかる。これからも平野仕用の活躍に注目が集まり、彼の魅力に魅了されるファンが増えることは間違いないだろう。彼のこれからの活動に期待し、ファンとの交流を大切にする姿勢を持ち続けることで、さらなる成功をつかんでいくことになるかもしれない。